ハロクタンです。はい、今回はですね、タイトルとサムネイル見てもらったら分かると思うんですけども、今の COD モバイルレベル低くないかということでね、まあこれは一般的な人にね、向けて言ってるわけじゃなくて、アンチに向けてね、言ってるんですけども、まあ自分ね、その一応 COD モバイル復帰勢なんですけども、ちょっと前まではね、その Apex モバイルっていうね、ゲームをやっていまして、まあ、そちらの方がねサービス終了、したので、COD モバイルね今復帰して、やっているんですけども、ね、アンチに言われる一言が、なんかロクタン COD モバイルやめていったのに、なんかどの面下げて COD モバイル帰ってきてんだよとかさ、 COD 捨てたやつが COD モバイルなんか帰ってくんなよみたいなことをね、まあ言われるわけなんですよ。まあ、そういう人たちにね、向けての動画です。はい、そういう言ってくる人たちに対してね向けての動画なんで、プレイ映像でもね流しながらちょっと、早速ねやっていきますか。はい、冒頭でも言った、まあ、今のね COD モバイルレベル低すぎないかっていうのはね、まあ、そういう俺に対して、まあ、言ってくるアンチに対して、まあ、言ってることなんでね、別に全プレイヤーにね決して言ってるわけではないんで、まあ、そこら辺はね勘違いしないでほしいんですけども、まあその、まあ、言われるわけなんですよね。やっぱりこの別ゲーをやってて、まあ、こう COD モバイルをね、じゃあ Apex モバイルをやっていた時にめちゃくちゃ言われたんだよね。その COD モバイルはやらないんですかとか、 COD モバイルはもうやめたんですかとか言われた、めちゃくちゃ言われてたんですけども、なおにもかかわらず COD モバイル帰ってきたら今度はなんか帰ってくるなとか言われる始末ですよ。もうね、どうすればいいかが分からないですね、それに関しては。ぶっちゃけ俺別にその COD モバイルをやめるって言って Apex モバイル行ったわけでもないですし、Apex モバイルやってる時に、いや COD モバイルなんてもうゴミだ、あんなのもうやる価値もねえみたいなことも別に言ったわけでもないんですよ。別に普通にApex モバイルの方が楽しいなと思ってやっていただけなんですけども、まあ、そのね楽しんでいたゲームがねサービス終了しちゃったのはねすごい悲しいことなんですけれどもね。はい、でそんななんか言われる筋合いないなっていうか、なんでそんなこと言ってくんだろうっていうね、もう単純に疑問ですよね。まあ、そういうことを言ってくる人たちって、まあ、そのリリース当初から、まあ、COD モバイルってもう約4年間ぐらいね続いてるゲームだと思うんですけども、もうずっと COD モバイルだけをやっている人たちで、なんか俺もまあやっぱり COD モバイルリリース当初からやってるからね、なんかまあ裏切られたっていう感じなのかな、感覚的にはわかんないけど、でもそういう人たちってさ、まあ、いわゆる俺がさ別ゲー1年間ぐらいやってたんだけど、 Apex モバイルやっていた期間中もずっと COD モバイルをやっていたわけじゃん。なおにもかかわらず俺復帰したばっかりだけど、ランクで全然なんか、なんだろう、敵が強いなとか、まあランクでも余裕で無双できるわけなんですよ。はい、だから別にその COD モバイル自体の別にレベルが高いなとか上がったなとかも思わないですし、まあ、普通は1年もさ間空けたらさ、それなりにやっぱやっている人たちっていうのは強くなっていくわけじゃん。そうだから、そういうことを言ってくる人たちはさ、まあ、ずっと COD モバイルやっているわけだから、まあ、当然ね強くなってるんだろうなってね思ってたんですけども、なんか全然なんかランクでも無双できるし、なんなら復帰してすぐにねタイマン配信を、まあ、視聴者のね、まあ、リスナーの人とかともやったりしたんですけども、まあ、もちろんまあ無敗ですよ、タイマンなんてものは。はい、まあ、僕の土俵みたいなところはあるんでね、そこは。なので別に、なんか別にやっていたにもかかわらず別にレベルがね上がっているわけでもなく、そう、俺は Apex モバイル行ってね、まあ、1年間ぐらい、はい、公式の大会で優勝したり、まあ、FFL っていうね、まあ、そういう大会とかね、まあ、もう個人で言ったらね多分一番実績残してますよ。 Apex モバイルに行っても大会の実績で言ったら一番残してますし、まあそういう結果を残して俺はまあ COD モバイルにね帰ってきたわけなんですけども、じゃあそういう俺に対して言ってくる人たちはずっと COD モバイルに残ってて何かしてたのかっていう、だから毎日なんかダラダラなんか鼻水でも垂らしながらなんか割れちゃうって、みたいななんかまあ割れちゃう、なんかいろいろと書き込んでさ、なんかもうダラダラとさ COD モバイルやってるだけでしょどうせ。はい、そんなような人たちがさ俺に物言える立場なのって思うけどね。はい、
まあ、俺も好き勝手言われるんでね、俺もそう言って言ってくる人たちに、ね、好き勝手言いますよ、そりゃ言われっぱなし嫌なんでね。なので、まあ、そういう人たちはね、まあ、COD モバイル好きっていうのは分かる、うん、すごいねやっぱ楽しいっていうか、まあ、面白いしね COD モバイル、だから俺も帰ってきてもやってるから好きっていう気持ちは分かるけど、だからってねその俺に言ってこないでくださいなんかその日頃ストレス溜まってるからか何なのか分かんないけど、そのストレスの吐き口をね俺に言ってこないでください、はい、僕もね一人間なんで、まあ、言われることにはねあの慣れてるんで、別に言われてもねあそんな大してムカつきとかはしませんけど、はい、一人間なんでね、僕にもやっぱりメンタルってのがあるんで、あんまり言ってこないでください、お願いです、はい、仲良くしましょう、同じ COD モバイル民なんで、はい、まあね COD ね今はもうだいぶやっぱ昔と比べたら人口も減ってるし、まあそういう競技シーンとかに関してはもう今一切ねその日本国内では盛り上がってないよね、ぶっちゃけ。だからまあそういう Z1 にさ、その今までのスカーズとかさ、あのボックスとか、まあ、日本でいたプロチームの人たちが全員そういう今 Z1 に集まってさ、あの世界大会に向けてとかって頑張ってるけど、正直ね、まあ、もっとね盛り上がってほしいっていうのはあるけど、まあ、正直もうやっぱ4年も続いてるゲームだからね、そう逆にまあ4年も続いててここまでまだ人口保ってる方が俺はすごいとは思うけど、うん、あという感じでちょっと試合の方が終わってしまいましたね。まあ今回の動画ね、なんか愚痴動画というか、まあそんな感じにねなってしまったんですけども、まあ今回はねこちらの動画面白かったよっていう方はねぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画のね再生数1万再生目指してやっていますのでね、ぜひ皆さん高評価の方もよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイニョー。ロクタロクタンタンタンロクタロクタン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 ロクタロクタンタンタンロクタロクタンタンタン、ロクタンロクタンタン SMG の名刺ロクタンタンタン。